村さんとかしんしんさんっておでこが狭いとかじゃなくて、じゃあ顔がちっちゃいんだよ。今日は好きやです。でも好きや、好きや、好きや。チーズ牛丼じゃんけんに負けました。レイはナミが好きなのでナミです。2週間トリオピット3人で1つのチーズ牛丼をかけてじゃんけんして2週間が1人勝ちしました。公演ありがとうでした。ゆう猫ありがとう。にゃあごめん。確かに髪下ろしてるの珍しいかも。もう乾かし終わりました。ん、なんて、何、何グラスの、叫んじゃってごめん、したそういただきます。やばい、好きやわ。もうな、ナミが好きや、ナミじゃない、あれもうノーマルが好きやね、レイは。うん、眠い今日、ちょっと今レイはコンタクトが乾燥してる。今日のカラコン、元気出てありがとう。今日のレイポンのカラコンはヘリアモのコーヒーゼリーです。はい、私が紹介していくスタイル。ちなみにこの前のさらば純情はティラミスリングです。全部知ってるから。スノーマン、クマありがとう。あのノートを見せたいけどさ、多分赤いよな。普通にあの汚い、不潔。うん、そうさ、不潔。まあいつかな。6日のさらば純情当選しましたって。おお、やったー。私も出る。うん。みんな出ます。ヨナピーレイポンのファンやんって、カラコン事情知ってるから。そういうこと？そういうこと？なんか誰つくんねん、いつも朝。なんか同じカラコンのな、ブランドを使ってるから、そうそうそう、共感し合うっていう。メルミの小屋やって、メルミミです。うん、ええな、天井中です。今日のメイクめっちゃ漏れてんねんけど、どういうこと？最高。言ってあげて。ヨシミニティはなぞなぞ好きやだった？そうです。ん、あの好きや、あの夜ご飯のクイズ、あれ結構ずっと分からへんくて、うん、あの配信できるやつ、何やと思いますかって、うん、当てたの、ファンの引き方は。だってさ、好き、なんか寿司好きやんなって聞いて、それがヒントって言って、ヨシミ好き好きやんな、好き、うん、寿司好きやんなっていうのを聞いて、それがヒントですって言ったら、え、何、すき焼きとか言って、もう言ってんのに、そうやねん、ずっと分かってなくて、これ取らなあかんの忘れてた。取ってないやつ。でも それやったらもうこれもダメじゃない。確かに言われてんな、加入してすぐの頃。てかレイたちが3年目なんやばくない？普通にメルミミも変わっちまったなんやって、私のせいで。あ、まあ研究生なんで私は。ないです、そんな制度。あるよ、あるよ、非公式の非公式研究生。ね、嬉しい？ん？非公式の研究生嬉しいの？まあ自分で手だけやから。セイグンスピリット、クマありがとう。あ、なんかこんにちは。うん、配信する。ダメ。なんで？今はダメ。買ったから。夢の中でするんだよ。でも私あれだよ、リオピと半分ずつするよ。あ、成功。あ、言われてない、じゃんけん一緒にしたのに。ごめんね。もう泣くから無理。ちょっとカレーがちょっと。もう泣くから無理です。ね、スプーン、フォークスプーンみたいなやつの方が食べやすい。私そっち持ってきたらよかった。箸絶対食べにくいじゃん。私箸使えへんねんな、うん、レイカタカナ読めへん。アメリカ生まれやから俺、うん、ちょ箸持ってみて。アメリカ生まれなんですよ。お腹すきすぎてやばい。ネトインクルでまた冠ライブしたいですね。うん、そういうことでさ、うん、非公式、非公式、うん、でも公式でグッズ出してるから。うん、非公式、なんか最初は非公式って言ってユニット組んだんやけど、うん、で非公式って言われてん、非公式やでって運営、うん、の方に非公式ですって言われてんけど、うん、公式でグッズ出してるから、うん、非公式と公式の間でスティンクルは多分、ね、24時間レイポンとホノピーで全身体つかないかなって。なんでレイ、ちょっと巻き込まれてる、うん、なんで。みんなボール、ありがとうございます。あ、可愛いのパーカーさん、ありがとうございます。タッピングはしません、基本。
何やろ、なんか全身タイツっていうよりかはなんか白塗りとかしたい、うん、あー待ってめっちゃわかるかも。え、誰かやってたっけ、まだやってないか、中期な、まだ誰もやってないね。え、やりたいの白塗り、なんか私歌舞伎メイクみたいなしたい。え、ギャルメイクの方がしたい。なんかそういうさ特殊メイク系やってみたくない？うん、全身タイツとかっていうよりかは。ゆう、ほんまありがとう。え、何やれって言われたらどこまでやる？全身タイツとか。うん、基本やるで、でも、うん、そうやな、俺も言われたらやる。じゃあ、うん、バンディーとかは？バンディーやる、全然やる、いける？うん、あ、そっか、ほうちゃん苦手やもん。失神するかも、マジで、普通に落ちない、飛ぶは飛ぶけど、あの、ほんまに登ってこれへんか、もぐもぐ配信かと思った。あれなので、あの、リオピと半分ずこするから間違う。あ、そういうこと？え、待って、次期戦隊シリーズ情報も出てんの、うん、え、プリキュア新しいの始まるよな。あ、アイドルやんな、プリキュアな。え、でもさ、私たちの世代もアイドルになったよな、あの二人組のドキドキプリキュア。え、あったっけ、あれアイドルの、あの白とさ、ピンクのプリキュアさ、あ、私それ世代じゃないもん、小2ぐらいまで見ててんけどさ、うん、全然記憶ないねんけど。あっちもめっちゃ見てたよ。プリキュア5だ。うん、うん、フレッシュプリキュアとかやってる。うーん、見てた、見てました。わあ。なんかなんで背景今こんな豪華な。配信始めてる。うん、あ、うん、カズ、クマありがとう。え、ピーちゃんおいでよ。え、ちょっと無理。え、ごめんね。おーい、ちょ待って、ピーちゃんご飯食べないで、ね、ちょ待ってよ。なんか、あ、なんか静かだった。エアコン消えてんけど、私がちょ待てよ待てよっつったらエアコン待ってくれた。え、スイートピリキュア知ってる人？そう、スイートピリキュア、ね、もう見てないかも、それ普通に。もう見てないね。プリキュアの1年のさ、さてさ、結構でかくない？世代の、うん、プリキュアと仮面ライダーどっちも見てた。え、仮面ライダー見てた、ね、足を見てた、見てた、何見てた、みんな。ゴーンジャー見てた、うん、え、なんかさ、え、ドライバー、ドライブ、え、車、車かな、ドライブ、ドライブ、ドライブ、見てた、映画があるやつ、え、見てた、ドライブな、ナッツここに車入れるやつ、見てた。え、あれは誰かゴースト見てた人おらん？ゴースト何？うん、あの、私が中学生くらいの頃で、うん、見てない見てないか。ゴーストめっちゃおもろい。なんかさ、その時間全部見てた、ほとんど。ワンピースも見てたし、ドラゴンボールも見てたし日曜日のその枠を全部見てた。ライトアンラブレット、ありがとう。ワンピースむずいな。ワンピース見たことない。今から押しても間に合いますか？いや、長いっていうか、最初の帽子預けたところで私終わった。おい、早い。私もあの4話ぐらいまでしか見れてない。それまだ出会ってないやん、仲間みんな。いや、レイ、ワノ国で終わっちゃってん、みんな。え、結構行ってるんじゃん、それって。ワノ国100話以上行ってる。何それ、ワノ国？あ、違う、ワノ国からもう100話ぐらい経ってんだ。2年ぐらい経ってんの、ワノ国から。そうね。ピーさんの昔の前髪懐かしい。懐かしい、うん、これ。ほんちゃんの昔の前髪。マジでさ、なんか私さ、ほうちゃんのさ、あれカードゲーム、NMB のさ、カジパゲーム、カジパでさ、あのほうちゃんのイベントでなんか上位の人がもらえるカードみたいなのもらったわけね、うん、そしたらさ、ほうちゃんの前髪分厚すぎて、やばかった。ちょっと後で見てほしい。なんで上位やん、嬉しいやった。ずっとおしめにしてくれてるから今は、うん、レイナはおしめにしてくれてたけど変えたって言われた。坂田美咲さんに変えたから無理ですって言われた、レイナに。で、みひなさん。で、みひなさんのさ、もう33位ぐらいにおんねんけど、おしめんの。もう今。今俺、ほうちゃんの4位。もっと1位なってよ、1位。え、マジで、最初の方は1位なれるねんけど、最後の方だと20位くらいまで落ちちゃうよな。で、逆、最後の追い上げタイプ。うわぁ、超追い上げよ、私も、今回のイベント。フィルターかかってないけど。私も頑張る。イベントとか。ちゃんやま、くもありがとう。参戦してできてんのかな。え、次期戦隊動物、ちょっと待って、マジ、うん、え、ガチ、ちょっと待って、私ちょっとほんと後で調べるわ。え、ちょっと待って、ブンブンじゃ終わんの悔しい。うん、今ブンブンじゃ終わんの。このピーは可愛いって言われるか面白いって言われるのどっちがいい？どっちが嬉しい？嬉しかったじゃない。可愛いって言われた。確かに。でもさ、普段さ、面白いって言われまくりやとさ、違う違う、聞いて聞いて、今可愛いって言われたことある？違う違う違う、そういうこと言ってない。いや、私が言ってるじゃん。
私が今ほど言ってるじゃん。でも面白いの方が嬉しいかも。でもさ、普段面白いばっか言われてたらさ、たまに来る可愛いも嬉しくない？あー、そういうことね。じゃあ、うん、どっちも言ってください。そうやで、どっちも言ってください。どっちも言うのが一番いい。思んなくても面白いって言ってあげてください。でも私的にあの、なんか何違うね。あの、私的にダジャレは、うん、あの受けてほしくない。受けてほしくないし、ダジャレはあの面白くないと思ったらあのシーンで大丈夫です。シーンで大丈夫です。全然皆さん結構さ、M のさファンの方さ優しい言い方多いからさ、ふーって言ってくれてるけどさ、思わないのね。だからあの世代交代前夜公演の時とかはもうさ、もう2年ぐらいやってたからさ、うん、もうファンの人も分かってきてさ、マジでさファンの人もさメンバーも誰も何も言わへんかったやん。うん、よく耐えてたよな。でもそれが面白かったから、すげえ。またそれだからこっちは沈黙に耐えられないやったよ。だからまたさらくまありがとう。まあ、面白くなかったら、面白かったらさら笑ってほしいんですけど、うん、あのしょうもないこと言ったら全然皆さんシーンで大丈夫です。私はそれで傷つかないので。なんかシーンの方が面白い時もあるしな、うん、そう。私は基本も滑ってるんで自分で言いたくないですけど、受ける時もあるけどな。最近でもな、うちうちバタやねんが原点にして頂点やねんな。そうそう、うん、そうやねん。え、何で受けたの最近？何で受けたかってもうさ、ちょくちょくさ横二人が失礼すぎてさ。でも私あのダジャレでは受けへんよな、ほんまに。あ、なんかでも頭の回転は早ない。そのさ、ダジャレとっさに作れるやつやってたよ一時期。あれめっちゃやってんだよ。あれめっちゃすごいって思うねんけど、いつもやってる。ダンスだんだん大好きなんだけど、もうさ今だけやねんそれ言ってくれるの。今と大好きやねん。あの、私のダジャレ好きな今とケイドさんとミカナさんだけ。そう、クマありがとう。マジでホノピーのダジャレ好き。あとバッタが踏ん張ったもめっちゃ大好き。そう、滑ってんのも受けてるうち、うん、まあ、それそうなんですよね。いつも笑ってたら浮いてて恥ずかしかった。いや別に笑ってていいんですよ。笑ってください。別に浮いてってそんな浮くほど。確かに世代交代の時はマジでもうほんまにみんななんかメンバーもさ、うん、客席もあの瞬間一致団結してたよな、めっちゃ、うん、みんな心一緒になってた。俺があ来るなって思ったらあえて笑わないようにしてくれる。残る例もそっち。そうそうそう、世代交代の時はさ、なんかみんなそうされてたよな。うん、おもろかったな世代交代の時。MC 楽しかったな。ホノピーは可愛いし面白いよ。ありがとう。なんかでもホノピーのダンスめっちゃかっこいいです。ありがとうございます。この椅子ナイスを聞いただけ、うん、天才かと思った。なんで？だってさ、あの頃バリ静かやったやん。ホノピーバリ怖かったからさ。なんで？どういうこと？